真の自立を勝ち取るため、我らジオン国は我々も同じ土俵に立つんです。地球連邦政府に対し宣戦を布告。新型モビルスーツの開発計画。我々は一人の英雄を失った。しかしこれは敗北を意味するのか。ネズミがちょろちょろと仕留めてやる。皆さんこんにちは、渡りくりふじです。では今回はギレンの野望ジオン独立戦争機地球連邦軍編、ヤザン少佐を目指す続きをプレイしていきたいと思います。1年戦争時代、中尉だったヤザンが軍団長に就任できる少佐の階級まで昇進を目指していくという内容でプレイの方をさせていただいています。ここまでヤザンはですね、撃墜スコア35と、だいぶ連邦軍の、反攻作戦に貢献をしてくれていますが、階級は未だ中尉というところなので、ここからも撃墜スコアはどんどん伸ばして、まずは大尉に昇進していきたいと思います。ゲームの進行状況についてはですね、前回ホワイトベース隊が登場して地球方面軍司令ガルマ・ザビ大佐を撃破したことによって、北米ニューヨークへの進行が可能になったので、ニューヨークの攻略を行いました。今回はその続きからになります。おそらくですね、数単語にはオデッサ作戦が発動すると思いますので、まずはそのオデッサ作戦の準備と、そこに向かうイベント確認をしていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。補給隊より報告します。ホワイトベースは再びランバラル隊と交戦し、これを退けることに成功しました。またこの戦いで青き巨星ランバラルが戦死したようです。ランバラル隊との交戦のレポートが入ってきましたね。まあ、ここもホワイトベース隊結成してアニメ版に忠実な進行状況になっているので、ランバラルが死亡という結果になっています。補給隊より報告します。ホワイトベースはランバラル隊の残党と交戦し、これを撃破することに成功しました。しかし残念、ガンタンクのパイロットリュウ・ホセイが戦死しました。このような悲劇を繰り返さないために、この戦いを終わらせねばなりません。はい、ハモンさんとの戦いがご覧になりますか。マチルダさんから報告が入ってましたね。我々は今オデッサ作戦の準備を進めているんですけど、軍団を一部再編してますので、そこを先にご紹介しておきたいと思います。まずですね、肝心のヤザンなんですけども、ライアーの部隊を抜けてシナプス大佐の部隊に編入させる予定です。ライアーがですね、忠誠心がちょっと低くなってきているので、しばらくの間はニューヨークの防衛兼休息を与えることによって忠誠心の回復を行いたいと思います。オデッサ作戦に差し向ける部隊は第1軍レベル将軍の部隊ですね。それに後衛、ここにはビクトレを配備してあります。ビクトレを使ってね、うまく攻略する上での拠点となってくれればいいかなというふうに期待をしています。ビクトレです。それとシナプス大佐のところには精鋭部隊を今集めつつあるというところで、モビルスーツの編成だけ終了しています。まずですね、重要なところとして、ヤザンが乗る予定の機体なんですけども、ガンダムが完成しましたので、プロトタイプガンダムからガンダムに乗り換えてもらおうというふうに思っています。しばらくの間はですね、軍団の再編を行いつつ、オデッサ作戦の準備を進めておきたいと思います。そしてルナ2なんですけども、今までですね、3つの部隊を駐留させてたんですけども、地上での戦線が拡大していることに伴って、一つの軍団を解散して地上で軍団を作ろうというふうに思っています。ルナ2、その分戦力薄くなるんですけども、ブレックスとそしてティアンムのところにフルフルで軍を編成したので、これでしばらく持ちこたえてもらおうというふうに思っています。我が軍は初戦の惨敗から立ち直りつつある。ジオン地上軍の生命線オデッサを奪回できれば、戦局は我々に大きく傾くはずだ。しかしオデッサの戦力は侮れません。勝算はあるのですか。うん、
ホワイトベースに後方かく乱を行わせ、あの船には敵も注目している。必ずジョーは戦力を分散させるはずだ。ですがホワイトベースはこれまでの戦いで消耗しております。任務を遂行できるとは思えません。もう一度マチルダの補給隊を派遣する。オデッサ作戦の開始はそれが済んでから、彼らの働きに期待しよう。はい、オデッサ作戦のいよいよ時期が見えてきましたね。軍の再編急ぎたいと思います。ネビル将軍、マチルダ隊がホワイトベースとの接触に成功したようです。うん、オデッサ作戦を開始しよう。はい、オデッサ作戦のフラグ立ちましたね。ヨーロッパ反攻計画オデッサ作戦。この作戦は貴重な鉱物資源を産出する中央アジア東ヨーロッパの鉱山をジオンから奪還するための作戦であり、同時にヨーロッパ戦線のミリタリーバランスを一変させようという目論みもあった。予定通りの展開ですな。マチルダ隊はホワイトベースとの接触に成功しているようだし、あと後方かく乱として部隊を北方より南下させる。で、万全ということですな。何が気に入らんのだね。はあ、ホワイトベース一隻で右翼の後方かく乱、本当に将軍は彼らをニュータイプの可能性ありとお考えなのですか。報告書は君も見たんだろ。しかし、わずかなデータだけで彼らをニュータイプ部隊と即断するのは危険ではありませんか。だが正面の戦力をこれ以上割くわけにもいかんしな。ジオンの赤い彗星のシャア、彼もニュータイプだと噂されているな。それが事実であるなら、我が軍にそういう連中が現れても不思議ではないだろう。赤い彗星すら退けた彼らの力に期待してみようじゃないか。ではこの後オデッサ作戦を実際に発動して部隊をね進めていきたいと思います。ではオデッサ作戦開始していきましょう。オデッサにはベルファストから、そしてマドラスからそれぞれ部隊を送っていきます。まあ、激戦になると思うんですけども、特にヤザンにはねここで撃墜スコア大量に稼いでもらって、タイに一刻も早く昇進してもらいたいというふうに思っています。ベルファスト、ここから2つ、そしてマドラスからも部隊を送って合計3つの軍で攻略戦を仕掛けていきます。では攻略作戦発動です。我が軍はこれよりオデッサ攻略作戦を開始する。ジオンの生命線オデッサを制圧することができれば、地上の戦局は我が軍に大きく傾くはずだ。諸君らの健闘に期待する。偵察部隊行け。東南アジア方面で敵新型モビルアーマーらしき未確認飛行物体を発見したとの報告がありました。調査部隊を編成し調査すべきではないでしょうか。アプサラスのイベント発生してますね。ここは途中まで少なくてもイベントを進めていきたいと思いますので、調査部隊を派遣しましょう。了解しました。では第 08MS 小隊のシロアマダおよびカレン、サンダ、エレゾア、ミケルの5名に調査を命じます。オデッサに部隊が到着しました。ではオデッサに部隊到着しています。ここでヤザン、大尉に昇進するためにしっかり功績を稼いでもらいましょう。策略を実行します。ではまず策略ですね。今回は強撃、指揮高揚、電撃、攻撃陣形、そして偵察部隊要請を入れてあります。
敵が策略を実行しました。もうここで見ている限り敵大部隊なのは間違いないですね。ただ大部隊であればあるほどヤザンが稼ぐチャンスとも言えるので、ここはヤザンにしっかりね、稼ぎ切ってもらいたいと思います。ではまずマップから見ていきましょう。マップの上から入ってきているのがヤザンの入っている部隊ですね。ヤザンはここにいます。そしてマップの左側から入ってきているのがレーベル将軍の部隊です。そしてビクトレーで侵入してきているマップの右側から入ってきているのが公園の部隊ですね。ちょっと公園のところだけ遠いので、先にですねレーベル将軍とそしてヤザンのいるシナプス大佐の部隊で削り切れるところまで頑張って削っていきましょう。では全体マップで作戦確認していきます。まずビクトレー、公園率いるビクトレーにはジムをこれだけ積んであります。まあ、ジムを量産した成果が出たというところですね。シナプス大佐の部隊には先ほどもご紹介したヤザンの部隊のほかガンタンク、あとは陸戦ジム、ガンキャノンなんかも配備してあります。レーベル将軍のところにはガンタンク、そして最新の重装型ガンキャノンなんかも配備してあります。あとはですねリドウォルフ専用のジムキャノンも配備してありますので、こういったところでねうまく戦力増強してありますので、いくらオデッサが大部隊といえどもしっかりね撃破してくれるんじゃないかなと期待をしています。報告が入ってます。ホワイト別隊がジオの黒い三連星と思われる新型モビルスーツ、これはドムのことになると思いますが、そのドムの撃破に成功と。しかしマチルダ・アジャンが戦死したという内容になります。だが彼女の死は決して無駄死にではない。彼女が守ったホワイトベースの働きによって戦局は我が軍に傾きつつある。彼女のためにもこの戦い負けることはできんな。今マチルダの、ね、死亡が報告されましたけども、これホワイトベース隊を結成していないとどうやら3連星がこのオデッサに参戦してくるようなので、ホワイトベース隊を結成しておいたことによってここまで、まあ、ガルマそしてランバラル黒い3連星とイベントで撃破してくれたのは大きかったかなと思います。では敵部隊迫ってきましたので、こちらも部隊を出していきましょう。まずはガンダムからね発進させていきます。制圧しつつここでヤザンがね拠点に座って敵部隊をバッタバッタと切っていってもらうという作戦を考えています。では交戦状態に入りました。まずは敵の航空戦力、まあ、ガウ攻撃空母だと思いますけども出てきてますので、これを潰しながらですね公園のビクトレージムを量産した部隊は戦場に急行させていきたいと思います。ここで皆さん撃墜スコア、まあ、共同撃墜という形ですが2位稼ぎました。この調子でどんどん撃墜スコア稼いでいきます。続いてエルランから報告ですね。スパイから核ミサイルを保有しているという内容です。核か、ジオンも必死だな。至急対策を講じなくてはならんな。はい、スパイからの情報で核ミサイルの大まかな配備場所は分かります。工作部隊を潜入させてみてもいかがでしょうか。うん、それしか手はないようだな。ここは工作部隊に核ミサイル発射を阻止するよう頑張ってもらいましょう。
ちょっと見通しを誤ってですね、敵が光栄のビクトレイの方に集中してきてしまっているという状況です。でヤザンの方はですね、被弾して今一度回復するために戦艦に戻っている状態なので、撃墜スコアが先ほどの2から伸ばしきれていないというところですね。頑張っていきましょう。将軍、オデッサ基地司令のマクベから通信が入っています。デビルよ、聞こえるか。オデッサから手を引け。サムライと核ミサイルを発射する。敵は核ミサイルを発射すると言っています。オデッサから撤退しますか、それともこのまま戦いを続けるのですか。ここは戦いを継続しましょう。工作部隊が核ミサイルの発射を阻止してくれると信じたい。本当ですか、レビル将軍。核ミサイルを撃つと言っているのですか。核ミサイルを発射せよ。なぜ核ミサイルが発射できないのか。工作部隊がうまくやってくれたようですね。将軍、オデッサに潜入した工作部隊が核施設の破壊に成功したようですが、これでジオンは核ミサイルを使用できないはずです。レギュラー、小坂氏にある報告します。ゼロアシ招待は未確認飛行物体に交戦しました。ゼロアシ招待の方からアプサラスに関しての報告がありますので、これ先に見ておきましょう。ゼロアシ招待には調査を継続するよう伝えておきます。2段目に入っています。ちょっとですね、光栄の部隊がかなり劣勢になっているので一度部隊を引きたいと思います。その代わりヤザンが回復してますので、ヤザンをね、前面に出していき、これで戦局をまた一気にひっくり返していこうというふうに思います。なんとかここで持ちこたえてくれればまだまだ勝機十分にあると思いますので、でしっかりとね、持ちこたえてもらえるように部隊を展開していきたいと思います。ヤザンは前回の、撃墜スコアからほとんど伸ばせてない状態なので、この後の戦いで伸ばしておかないと苦しくなってきそうかなという感じがしますので、そこも意識を持ってやっていきたいと思いますね。ここはヤザンがアンザムの撃破に入ってもらいます。これでヤザンの撃墜スコア3になりました。ビビった者が死ぬんだ、覚えておけ。公園のビクトレイが撃破された。苦しいな。想像以上のようだ。まあ、何よりもビクトレイっていうね、むちゃくちゃ資源食いを失ったっていうのも痛いですね。まあ、ただ残ってるジム、これが撃破されないようにちゃんとね、うまく撤退線を引いていきましょう。ミデアを犠牲にしてでもちょっと事務隊をちゃんと引き上げさせます。ここはヤザンがスラガンの持っているダブデに攻撃を仕掛けます。士官乗りなので、これ撃破できたら共同撃墜ですけど大きいですよね。よし、もう少し骨のあるやつだ。これで今回の撃墜スコア4に伸ばしました。では公園の撃破されてしまった事務隊ですけども、なんとか防衛線を張ることができましたので、ここで防衛をしながらですね、敵を防いで、その間にレベルとシナプスの部隊がオデッサの基地中心部を制圧、そのまま進軍してきてくれるっていうね、ことをちょっと祈って進んでいきましょう。これでヤザンが6、7と稼ぎました。撃墜スコアです。これでヤさんが撃墜スコア8伸ばしてます。では基地中心部を抑えてますので、あとは敵の残存部隊
撃破してオデッサ制圧していきたいと思います。制圧自体は次のターンに持ち越しになりそうです。痛いのは光栄のビクトレイがね、撃破されてしまったことですかね。ヤザの撃墜スコアはこれで11、12となりました。まあ、ヤザンですが、ちょっとせこいですけども、撃墜スコアを稼ごうということで、残っている敵はヤザンで今、刈り取っているところです。でもう一機バゼラトップ残ってますので、これ撃破して、このオデッサで稼いだヤザンの撃墜スコアは16になります。横取りも含めて、このせこい残党狩りを行って、なんとかね、撃墜スコア16まで伸ばせたというところになります。これでオデッサの攻略完了になりますので、次ですね、残っているジオンの拠点、地球上ではキリマンジャロとキャリフォルニアになりますので、それらのね、攻略の準備に入っていきたいと思います。敵基地の制圧に成功しました。我が軍の勝利です。まあ、ヤザンもね、ちょっと序盤ガンダムダメージ受けてつまずきましたけども、その後はやっぱりガンダム強かったんですね。オデッサの戦いは終わった。もちろんこれで全てが終わるわけではない。ただ、この一戦の勝敗が今次大戦において大きな意味を持っていたことだけは確かである。美しい夕日ですな。我々の勝利を祝福してくれているようだ。これから戦局は一気にこちらへ傾くだろう。はい。ジオン地上軍の残存勢力が気がかりですが。ソロモンを落とすには万全を期さねばな。焦ることはありません。待ちましょう。攻勢の時を。報告します。オデッサを失ったジオンの残存戦力がアフリカ大陸に集結しつつあるようです。敵が体制を整える前に総統戦を行うべきではないでしょうか。キリマンジャロ基地の攻略を提案します。はい、キリマンジャロの攻略作戦来ましたね。次回はこのキリマンジャロの攻略作戦を行っていきたいと思います。今回はじゃあオデッサ作戦完了ということで、ここまでにさせていただいて、次回ですね、続きをまたプレイしていきたいと思いますので、皆さんも引き続きよろしくお願いいたします。